この日がやってきた。めちゃくちゃ天気いける気しかしねえなこれ。ヒカキン TV Everyday。 ノンハロー YouTube。 どうもヒカキンです。さあ本日あのサスケ、私ヒカキン初チャレンジでございます。いやちっちゃい頃から見てきてさ、もうサスケのレジェンドたちね、完全制覇今回誰かできるのかとか超ワクワクしながらちっちゃい頃から見てきたあのサスケに、ついに私32歳で初チャレンジということで、なんとですね今日までに3キロ痩せました。2週間ぐらいで、まあ、いけるしかしないですよ。まあ、ただ本当にね本番ぶっつけみたいな感じなんで、しっかり準備運動して、あとはまあ俺ガチなんだってところをね、テレビもう年末放送されるんで頑張っていきたいと思います。サスケ、ニンジウォーリアー、ヒカキン様。様。はい。今、まだ本番まで時間だいぶあるんですが、入念なマッサージをやっていただいてます。肩甲骨を剥がしていく。ね、メイクも入念にしていこうと思いますよね。やっぱりこう、スポーツの番組だけど、プシッと言って、まあ落ちないから、最後までね、かっこよくいるために。この髪型が崩れることは、ない。冬ですから、水に落っこしたらもう寒いんだろうね、あれね。まあ一生知ることはないだろう。はい、お願いします。あ、よろしくお願いします。はい、お願いします。これを一枚飛ばして縦に進むのは禁止です。落下しないように板の端を使って必ず全部の足場を足の裏で通過してください。これ手で避けていくのは全然ありです。それで制限時間ですが99.9秒、以上になります。はい、お願いします。説明しっかり受けました。それ助かる2個だって。これです。ゼッケン30番になりますので、はい、頑張ります、はい、よろしくお願いします。じゃあ頑張ります。30番です。 YouTuber ヒカキン、 YouTuber 代表だと思って必ずいい結果残します。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、ちょっとお写真。めちゃめちゃ圧迫してますね。30番。結構。わかりました。うわ、なんていうか、あ、一言ですもんね。挑戦。かますぜ。来られました。あ、3キロやぞ。あ、いや、すごい。はい。でも3キロで全然動いてないです。頑張ります。どうしましょう。あの中見て、セット見てもらいますか。バリバリ見ておきたいですね。ですよね。あ、もしかして。はじめまして。教えてください。森本です。30番。はい。あ、そうです。もうすぐです。すぐですね。やっぱり案外冷静に行った方がいいですよね。そうですね。99秒って長い。大丈夫です。はい。冷静に呼吸忘れないように。あ、息切れちゃうからってことですね。わかりました。あとは楽しみ。わかりました。ありがとうございます。最高のセコンドがいます。そうですね。あかんかったらコーチが悪いよ。すごい重役やから。あ、いやいや。どうかな。いやでも言われた通りできるかもわかんないんで。ちょっと行きましょうか。はい、行きます。見た方が。わかりやすい。わかりやすい。ありがとうございます。ありがとうございます。
しくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうですか、サスケの。でけえって感じですね。思ってた倍ぐらいでかいんだけどって感じですね。大丈夫かな。全員この今いる人全員 の、うん、あの視線が来るって思うと、うん、一回そこ忘れて冷静に行かないとちょっと空気に飲まれそうですね。いや、銀座なら大丈夫です。いやでもこんなに大勢の前で何かするってないんで。ないですか。はい。え、緊張されてます。めっちゃ緊張してますね。楽屋からもう緊張始めちゃってて、はい、ちょっと前よりちょっと顔色がちょっと白いかなと。そうですね。心配しながらゆっくりの方がいいです。大きいは行くんで絶対。これが行って、降っていくと、ああそっかそっかそっか。でもなんかあそこからまた、あれですよ、ずっとこう立たせたらダメですよ。はい。あ、やばいと思ったらこう起こって、こうやってしたら。ああそっかそっかそっか。中間にこういれば、ない。ある。あるある。ある。だからそこ、こう来てしまうんですよ。今、はい、当たると思ったら、何ですか。当たると思ったら、こうやって寄せるか、前に。まあ前に行った方がいいですよね。後ろに戻ってもう一回行くね。どこを気をつけようかなとかってありますか。いやもう全部なんですけど、まずあの布掴むやつがちょっと離すタイミングが早めって言われてるんですけど、早すぎて落ちないよなとか、うん、まだ早すぎた人いないですよね、うん、あ、そうですか。あ、じゃあもう早さを遅すぎる方が多いと思います。あの山田さんが並走していただけるんで声をかけてもらうんでね。そうかなと思ってまあ、はい、絶対声聞こえるいうことはあの冷静、落ち着いてるってことですか。わかりました。なんか99秒って聞いて結構長いと思ったんで、あの冷静に、冷静の方が、はい、焦って落ちちゃうのだけはやだ。怖いよ。あれだけ怖さを当日は忘れるって思ってきたのに、もう人も見られるし緊張が。そんなメンタルコントロールできないですよ。できないですね。まあまあこれサスケの現場で落ち着いたやつは見たことないですけどね。あ、よかった。本当に全員がね、ヒカキンさんを見てますから。ないですか。この全スタッフがちょっとマジで、でも本当に頑張ります。あの初チャレンジ1回しかないんで、うん、でもやっぱちっちゃい時から見てきたという思いがあるんで、なんかもしかしたらクリアしたりとか、はい、あの緊張がやっぱ普通の人よりあります。それあります。あるんですよ。はい、頑張ります。もう乗る感じですね。はい、乗る感じ。来てすぐだ。頑張ります。 YouTuber 代表。 YouTuber 代表代表。でもちっちゃい頃から出てて、むしろオファーいただいたらもういつでも出るっていう感じだったんですけど、ついに、ついにと思って、あ、ちょっとインタビューで緊張がほぐれてきた。YouTube 登録者数1000万人突破、自宅にダイヤモンドの再生ボタンが届いた男、子供たちの憧れ、この男がサスケとコラボだ。日本トップ YouTuber ヒカキン。絶対慌てないよ、慌てない。 YouTuber 行くぞ。さあヒカキンがやってきました。まずはクワッドステップス。ここ大きく、もっと下下下下下、大きく飛んでいきました。そして2枚目にも飛び移る。実はこの男、自らの YouTube チャンネルでモンスターボックス17段をクリアしています。実は動ける男ヒカキンが4枚目。 OKOK、 でつま先ね。そしてローリングヒルに飛び移れるか、タイミングを測る。そして飛び移った。そして耐えた。動ける男ヒカキン。しかしローラーが回る、ローラーが回る。それでもわしわしと登っていく。力を込めて登っていきます。頂上まで達しました。モンスターボックスで17段をクリアしたことのある体力もありますヒカキンです。回るけど怖くない。つま先に力入れて、つま先、つま先。エアルスミスやアリアナグランデなどともコラボしました。そして今日はサスケとコラボだヒカキン。さあ子供たちが見ているぞ。ここからシルクスライダーに向かえるか。全国のファンが見ている、耐えている。飛び移れた、飛び移りました。早めね、早め。さあここからはシルクスライダー 12.2m をこの赤いカーテン1枚で進まなくてはいけません。は、早め。さあ、さあ耐えて耐えて耐えて、落ちたヒカキン。ヒカキンが落ちた。やっぱり遅くなるな、どうしても。ヒカキンがここで散りました。マジかよ。あれで遅いのか。あらうわ最悪だ。うわもう一回やりて。実は動ける男ヒカキン、ローリングヒルを
しっかりとクリアしました。この飛び移り、落ちそうになってもしっかり耐えた。体幹を使って耐えました。そして迎えたこのシルクスライダー 12.2m、 勢いがありました。着地までは行きましたが、背中から水の中にドボン。ヒカキン、シルクスライダーの前に登録者数1000万人の男、散っていきました。フィッシュ越えてドラゴンまで行くはずやってんけどな、行けるはずと思ってんけどな。うわ、最悪なんだ。そう、うわ、もう一回やりてー。マジかよ、やばなさ。やっちゃったよ。うわ、悔しい。やばなさー。着地が、やばいよ。着地がこうだもん。あれ、いやでもね、あれ、ああ思い切れないですね。やっぱ初見だと、やっぱりあれでもなんかまあまあ早く降りたんですけど、はいはい、いやもうこの辺でね、あ、なんかこう降りる時ってわかるじゃないですか、はい、それの準備ができてないんで。マジっすか。あとね、もうあと10センチ早ければ大丈夫です。確かになんか気持ち的にはギリギリでなんか止まれそうっていう感じだったんですよ、はい、こうやったんで、こうなるともうこうなったらあれが、もしこれであればなんかやっぱできてました。思ったより高くてドスってくると思ったんで、あんまりなんかこう行く勇気がもうちょっと下を持ってもよかったですよね。ああ、なんか乗った瞬間になんかなんだろう、つるってなんないかなと思っちゃったんですよね。ドラマありますね。くっそうですね、落ちそうですね。ダメですよ。うわ、大丈夫かな。なんかこれあんまりもう煽らないでほしいですね、あの VTR でね。楽器今回相当いくんじゃないかみたいな。かなり煽りますよ。みんな全然ダメじゃんってなるんで。約束しましょう、もう来年もう一回やる。いやもう絶対出してください。お願いします。悔しい。悔しいでしょ。やべ、水に落ちるとね、めちゃくちゃ悔しい。そうですよね。やっちゃった悔しいんだけど、マジで。ダッセいやでもやっぱあれはガラガラガラはないですけどね。でもね、そこも怖かったっすね。結構ギリギリでしたね、もう。ああ、穴開け軽い子でもやっぱちょっと落ちそうだもんね。半身にならんと、あれだけの勢いなんで。マジかよ。いや次なら行きます。いやでもなんか、一回落ちたところって怖いっすね。なりますね。ご存知で。なんか今もう想像してしまいましたね。次のこと考えてます、今。はい、次回やっぱりもう一回ね、もう一回盛り上げてもらうと。そうっすね。で、これ、びっくりするわ。来年もう一回チャレンジするって言ってたんで、宣言してくれたんで、はい、また応援しがいがあると思います。あ、やべ、今傷…あ、旗持つくらいから山田さんの声聞こえんくなってるわ、そういえば。でしょ。はい多分俺がそこまではつま先させさせとか聞こえてたんですけど、旗あの持つときにもう無音になってました。多分そこでうわーっていう感じで思ってたと思うけど、ね、でもなんかあ大丈夫だって思ったらもう落ちてました。だからもう俺長野君とって話すときにドーンって言うてんけど、やめですか。もう全然多分聞こえてない。全然聞こえてない。ゴーって言ったってまたちょっと滑ったんですか。じゃあもうちょっとあの声もう2倍にしてください、ね、マスクがあるから。あ、そっか。さあ、ね、でも聞こえてても落ちてましたね多分。はい、いや聞こえてたらゴーって言ったらなんか自分でハッと話してまうみたいな。本当ですか。そうなんですよ。頑張りましょう。来年難易度上げないでください。今回クリアした人が出ても難易度このままでお願いします。このままでよろしくお願いします。ありがとうございました。子供が泣いてるね。ヒカキンが落ちたからでしょうか。なんか1万円払ってもう一回チャレンジ、特別ルールないですかね。やばいよこれ。年末でさ、ヒカキン落下、ヒカキンダッサ、ヒカキン弱すぎて草、ヒカキンどんくさ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 、あー、ヒカキンなかなかやるやんっていうね、トレンドを狙ってたんだけどね。あのね、来年まで言い訳し続けますよ本当に。なんかね、あの布を僕体重があるんでちょっと上掴んだんですよね。ズルズルとか言って落ちたらやだから。そしたらすっげー高いのあれ、上から見ると。でスピードも多分体重あるから速くて、早めんとこで離して着いたんですけど、もっとベタって忍者のようにくっつくくらいで降りないといけないらしくて、こう降りちゃったんですよね。そうするともうあのスピードだと人間は、なんか気づいたらなんか地面がもうなんか縦になっててよしと思ったの。あれ嘘でしょみたいな。で落ちて浮かび上がってダッサーっつって、悔しい。でも僕でねこんな悔しいってことは、もしこうなんていうんですかね、次のセカンドステージとか行ったことあるとか、もっと上手い人で予期せぬところで落ちた時の悔しさっていうのはすごいもんなんだなと思ったこと、絶対もう一回リベンジさせてくださいって言って、次回出て同じようなところで落ちたら終わりだなと思うんで、ちょっとマジで痩せてもうちょっとトレーニングしていきたいと思います。若い時だったらやっぱね、なんか止まれてたんだろうなって思ったり、ちょっと悔しかったので体作りからしていきます。くっそ、シャワー浴びて帰ります。見てこれ、泥が
もうこの靴下を来年まで飾っとくか、ちょっとあの甲子園の土みたいな感じで。もう悔しいのがさ、なんかもうなんだろう、体中もうパンパンとかね、疲れ果ててさ、反り立つ壁でクソーとかね、すっ転んでなんかさ、擦り傷だらけとかでさ、充実して帰ろうと思ってたのにさ、もう無傷かつ何も疲れてねえっていう息が切れてねえっていう、悔しい。もう痩せてな。勲章です。じゃあ食べていきます。チクショー、頑張るぞ、来年。チクショ、チクショ、もう一回やるとかって無理です、無理です。チクショ、来年もう一回、チクショ、もう一回やれば多分結構ね、反り立つ壁ぐらいまで余裕。ただいま、もう一回やらせてもらっていいですか。悔しい。帰りの車、もうマンション着いた時、エレベーターで自分の部屋来る時、ずっと悔しい。ちくしょー。いつ出たの、水の中。これはもうちょっと直でこれ記録に残しておこう。 TBS の皆さん、サスケの皆さん、来年出させてください。もっとトレーニング頑張るんで、ちょっと今回はね、体がまだ仕上がってなかったな。くそー。あとはね、まあ、来年同じセットとは限んないからあれだけど、反省点が多すぎて、いやー本当に難しいんだなっていうのを、まあ今回の初挑戦で知ることはできたんですけど、改めてすごいっすね、クリアしてる人。なんか立ってみてさ、初めてこうステージを縦に見るわけよ。でなんか、あ、こんな遠いのとか、あの飛び移るところが。で僕が落ちたあの赤い布のやつ、あれはね、高いのよ、高さが。でも掴んで、うわ高いし、 めっちゃ速いって思って、だから早めに離すっていうのがもうね、あの高さであの速さじゃダメなんだと。あとは着地の仕方とかね、あれはセットを家に組めないからなっていうので言うと、もう基礎体力とか足の筋力とかね、着地する練習とかね、走ってってうわっみたいな、足りてなかったなっていう。あとはね、山田勝美さんにあれだけ教わってたのにね、そもそも難関ゾーンまでまだ行けてなかったんで、来年出させてください。そうです、プラスに捉えれば、これはヒカキンサスケへの道のスタートです。よろしくお願いします。ちくしょ。まあでも本当にね、ちっちゃい頃から見てたサスケに出れて幸せでした。この動画もしよければ評価、グッドボタンぜひぜひお願いします。このヒカキン TV のチャンネル登録もぜひ。そして、ね、YouTube ってね、あのサスケの公式の動画とかもあるんですよ。そういうチャンネルのね、リンク載せておきますので、サスケの動画も、見に行ってみてください。そして私ヒカキン SNS もやってますので、フォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブン、じゃんけんポン、ブワーイ。もう一回やらせてもらっていいですか。ダーロク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 。